さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は私がいつもやっている編集のやり方を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということでね、前の動画では編集アプリの使い方についてを紹介したんですけど、今回は実際に私が普段やっている編集のやり方を紹介していきたいと思います。もしね、前の動画をまだ見ていないっていう方がいたら、 iMovie とかいろんな編集アプリの使い方を紹介しているので、気になった方はぜひ見てみてください。で、今回はだいたい私は編集のやり方はいつも同じなので、そのね、やり方を紹介していきたいと思います。ちなみに今回紹介するやり方はすごい簡単で、 iPhone 一つで簡単にできちゃうし、初心者の方でもちょっと練習すればすぐできるようになると思うので、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、それでは紹介していきます。まずは普段使っているアプリはこの2つを使っています。 iMovie っていうやつと InShot っていうやつを使っています。で、まず iMovie を開きます。で、動画を選んでいきます。はい、こんな感じで今回は適当にこんな感じの動画を使ってやっているんですけど、この iMovie っていうアプリでは動画を組み合わせたり、オープニングとエンディングを入れたり、基本的なカットとかをやったり、動画のカットは全部 iMovie でやっています。で、あとは音楽を入れたりとか BGM を入れたり効果音を入れたりするのは全部 iMovie でやっています。で、今回はここで一回保存をして、いつも 1080p っていうやつで保存しています。こうするとめっちゃ画質がよく保存できるのでいいです。はい、こんな感じでまず保存されたら、次にこのインショットっていうやつを使って編集をしていきます。このアプリはこんな感じでいっぱい動画を保存しておけるので、自分の好きな時に保存しておいて編集したりできるのですごい便利です。で、さっき保存した動画を使って動画を作っていきます。こんな感じでね、動画ができているので、ここではテキストっていうやつを使って主にテロップを入れています。例えばこんな感じで、皆さんこんにちはって、はい、こんな感じでね、色も変えたりできて、ここでは字幕とかを入れるのに使っています。こんな感じで出方とかも変えたりできるので、これを使ってやっています。で、あとはステッカーっていうところがあるんですけど、これで絵文字とかも入れられたりするし、ここで写真を入れたりすることができるので、 iMovie では動画の中に写真を入れたりすることはできないので、写真を入れたいときはこの InShot っていうやつを使ってやっています。はいはい、こんな感じでさらっとしか紹介しなかったんですけど、私が普段やっている編集のやり方はこんな感じで以上です。ちなみにもう少し凝った編集をしたいときとかは、これ以外のアプリを使ってやっています。で、その動画もね、もしできたらアップしたいと思うので、楽しみにしていてください。で、基本的に私が動画を作るときはこの2つを使っていつも同じような編集をやっています。よく動画を見ていただけている方はわかると思うんですけど、大体同じような編集のやり方なので、ぜひ参考にやってみてください。はい、ということでこんな感じで編集のやり方は以上です。こんな感じでめっちゃ簡単なやり方になっています。はい、ということで今回は私が普段やっている編集のやり方を紹介しました。見てくれているとわかると思うんですけど、すごいね、簡単になっているので、ぜひ皆さんも真似してやってみてください。あと iPhone じゃなくても iPad とかでもできるので、 YouTuber の方ってパソコンを使ってやっている方が多いと思うんですけど、私は携帯一つでやっているので、この動画を見て参考にしていただけると嬉しいです。で、また機会があったら別の編集アプリについても詳しく紹介したいと思うので、そちらの動画も楽しみにしていてください。ということで、この動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。それではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。